市販のスポーツドリンクの飲みすぎに注意です。あなたは市販のスポーツドリンクには大量の白砂糖が使われているのをご存知ですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、健康的で体に良い手作りスポーツドリンクの作り方がわかるんです。熱中症対策にもぜひお役立てくださいね。動画の最後に作り方のレシピご紹介していきたいと思います。さあ、では早速本題に入ってまいりましょう。ポイントです。もう糖分に注意、もうここなんですね。その理由です。肥満のリスクが高いからなんですね。ご存知でしたか？市販の、まあ、500ml のペットボトル1本分のスポーツドリンクに一体どれぐらいの糖分が入っているかと言いますと、まあ、種類にもよりますが、まあ、多いもので角砂糖がもう9個分ぐらい入ってるんですね。もう大量です。でそういったものを例えば、こんなに暑いですからきっともう2本ぐらい1日かけて飲んでしまうと思うんですね。そうするとトータルでいかがですか？そのスポーツドリンクだけで角砂糖が 9×2 だから18個分も取ってしまってるんですね。で実はこのお話を私の、まあ、整体サロンにお越し の, あのクライアントの方にお伝えしたら納得されていたんです。でその方はなぜ納得したかと言いますと、そのお子様の部活でもうとにかく応援に行かれたんですね、外に。でも暑いので、まあ、熱中症対策も兼ねて、まあ、喉も渇きますし、そのスポーツドリンクをやはり1日にですね、まあ、多くてこう3本ぐらいこうやっぱり飲んでしまっていらっしゃったんですね。でその一夏でその方はやっぱり体重3キロも太ってしまったんですよ。もうどうしてかなってその方理由が分からなくて、で私がこのお話しするともう納得ということだったんですよね。それだけその市販のスポーツドリンクにはお砂糖がたっぷり入ってしまってるわけなんです。では具体的にどのようにその熱中症対策ができて健康的で太らないように、どういった飲み物を取ればいいのかということをお伝えしていきますね。もうそれは手作りされたらいいんです。作れます。買わなくてもいいんですね。でそこで今からその材料とレシピをお伝えするんですけれども、ここでまたそのポイントを伝えながらお伝えしていきますね。まず材料です。こういった天然水、お水1リットル、そしてこのようにミネラル成分がちゃんと残ったこう精製される前の天然のお塩を 3g、 そしてレモン汁が大さじ3。 できればこういった、まあ、天然のレモン果汁が絞れるとベストなんですが、まあ、忙しい時ってありますよね。そういう時は私もそうですけども、できない時はこういったレモン果汁、瓶詰めのものを使うこともあります。もうたったこれだけなんですね。でただ小さいお子様とか、部活してるお子様とかはちょっと飲みづらいなっていう時は蜂蜜はね少し足してもいいと思うんです。ただし蜂蜜は1歳未満のお子様は取ったらダメですよ。生ですからね、気をつけてあげてくださいね。もうたったこれだけでその市販のスポーツドリンクに匹敵するものが取れるんですよね。でポイントはこの天然のお水であることであったり、そのお塩はちゃんとミネラルが残っているものを使う、あとまあレモンですよね。でなぜかというと、その汗を大量にかいた時にですね、お水ばっかり取ってしまうとその汗と一緒に必要な塩分やミネラル成分もどんどん出ていってしまうわけです。なのであなたのその体のこう体液の濃度が著しくその低下してしまうと体にとってやっぱ危険なんですよね。ですからやっぱり大量に汗をかくとき、まあ、熱中症対策のドリンクとしてはお水だけではなくってお塩とそのレモン、ビタミンが入っている、そういったものをしっかりとまあセットで取ることがおすすめなんです。でも作り方はですね、この材料を混ぜるだけです。なので私もですね、こういった職場に来る時もやはりその行き帰り汗をかきますから、お水も大好き、お水もいっぱい飲むんですけれども、今は暑い時期なので水筒にこの材料を入れてこう振ってですね、サロンに持ってきて飲んでるんですよ。もうすごくね美味しいんですね。ですから吸うとこう疲れも取れる感覚もよく感じております。さあ今回の動画のまとめです。
市販のスポーツドリンクには大量の糖分が含まれております。なので飲みすぎるとペットボトル症候群とか呼ばれるですね、要はこう糖分取りすぎで糖尿病になったりですとか肥満のリスクがとっても高いですから、手作りができるんですよということ、先ほどお伝えした材料でもう自然の天然のものを使っていただいて、あなたは熱中症対策もできて健康で綺麗にその太るリスクも避けられますよということでした。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはこのようにさまざまな健康法や腸活をお伝えしていくことで、女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。なのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてご参加ください。私のとても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。